こんにちは、エアソフト97店長です。今回はですね、ゴールデンイーグルさんから発売されております AMD65 の派生モデルですね、カスタムの紹介をしたいと思います。はい、まず箱の中身ですけども、本体と多段マガジンですね、それとバッテリー、あとはフロントサイトを調節する工具ですね、とマガジンを巻き上げる工具が入っております。はい、本体の方から説明したいと思います。まずですね、何がカスタムかというところなんですけども、こうやって一見見ると普通の AMD65 に見えますが、ストックがですね、こういうふうなルーマニアストックがついているタイプとなりますね。 AMD65 っていうのはもともと、ハンガリーですか、ハンガリー軍の、空挺部隊用とかですね、あとは将校用に、作られたコンパクトなサイズの、AK となっておりますけども、空挺部隊とかね、あの飛行機の中で、まあ、あんまり振り回してぶつけないようにですね、短くなっています。で、バレルを短くした分ですね、反動が強くなりますので、こういうふうなですね、大型のマズルブレーキを、装備したと言われております。はい、で、あともう一つ特徴的なのがですね、このフォアグリップですね。これですね、実は、量産のためですね、本来はここの、まあ、普通のこちらのグリップですね、こちらを逆さまにしてつけたものと言われております。ただですね、エアガンの場合はこちらの中に、まあ、モーターが入ってしまうのでね、どうしてもこれをそのままこちらにつけることができないのでね、ちょっと同じものにはなっておりません。はい、で、まあ、マガジンをつけるとこういう感じですね、になります。で、まあ、使用方法としては、まあ、普通の AK と同じなのでね、特に、まあ、説明することはないと思いますが、こうやってコッキングレバーを引くとホップ調節のレバーがありますのでね、こちらでホップの調節を行います。で、またバッテリーの方ですね、もまあ普通の AK タイプと同じで、うなぎバッテリーをこの中に半分まで入れていってですね、まあこれくらいでも大丈夫ですね。あの、最後ですね、コネクターをつないでカバーを閉じると。はい、で、まあ先ほども軽く触れましたけど、ストックですね、ストックはルーマニアンタイプですね。後ろのボタンを押してすると、折りたたむことができます。こういうふうにですね、右側に折りたたむことができます。でですね、やっぱりこの空挺部隊用とかで、使用目的で作られたというだけあってね、非常にコンパクトですし、またこうやって握った先端からの飛び出しも少ないのでね、取り回しも非常に楽かと思います。でですね、まあ、このルーマニアストックですね、通常のストックとは違うんですけどね、デザイン的にはこれ綺麗に合っててかっこいいのかなと思います。はい、最後にですね、サイズの方を計測していきたいと思います。まずストックを完全に伸ばした状態で、まあ、約 84.5cm ですね、になっています。で、ストックを折りたたむと結構コンパクトになって、64.5cm ぐらいですね、 64.5cm ぐらいになります。はい、で最後重さになります。今これはバッテリーは入ってない状態です。バッテリーは入ってなくてマガジンが刺さった状態ですね。でこちらで 3.7kg ぐらいですね。ちなみにバッテリーを入れると、あ、すいません、さっきの 3.7 じゃなかったのか、3.1 ですね。でバッテリー入れると 3.2 ぐらいですね。はい、それでは説明の方も終わりたいと思います。ありがとうございました。